はい、どうもこんにちは、アニマル兄貴です。このチャンネルでは動物の生態をとことん紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、さて今日の動物はというとイルカですね。で、イルカの生態について紹介できればと思います。イルカは分類学上は実はクジラの仲間になってます。で、クジラっていうのが大きくは2種類ありまして、ヒゲクジラアモクとハクジラアモクっていうふうにまずは2個にこう分類します。で、ヒゲクジラアモクっていうのは、僕は上顎の歯っていうのが、まあ歯なんですけど、ヒゲ状に生えているものがヒゲクジラアモクで、それヒゲ状についてるわけっていうのが、クジラとかってあの大きな口で餌をこうオキアミとか小さなプランクトンとかですね、ガッと食べた後にそれをザルのような形にヒゲがなって、そこでこうこし取るような形で餌を食べるんですよね。なのでクジラはそういう餌の取り方に特化して、まあ、ザル状というかヒゲのような歯が進化してきたっていうのが背景になってます。で、ハクジラアモクっていうのはいわゆるガチャッといったこういう歯ですねが上顎にも下顎にもついてるような、ハクジラアモクの動物たちっていうのは魚だったりとかイカとか食べているので、まあハンティングをするときに歯がガチャガチャっとしっかりとあった方が捕まえやすいので、まあ、ハクジラ、まあ、歯がしっかりあるっていうふうになっていると。まずは2個に分類すると。で、この分類は学者とかによっていろいろ分かれていたりするので、明確にこれがクジラとイルカの違いですとか実はありません。いろいろ説はあるんですけど、だいたい4メートル以上のものがクジラで、それ以下のものがイルカっていうふうに分けられていたりします。ただ4メートル以下でもクジラの仲間に入れてるものもあったりとか、実はイルカの中でもバンドウイルカってよく水族館とかにいると思うんですけど、あのバンドウイルカって名前バンドウじゃなくてハンドウなんですよ。歯なんですよね。で、ハンドウイルカのハンドウっていうのは半ばの道っていうふうに書いてハンドウっていうふうになっていて、まあ4メートル近くまで成長するので、クジラなのかイルカなのか中途半端っていう意味でハンドウなイルカ、つまりハンドウイルカ。で、他にもこういうふうに分類が分かれているものって結構いろいろあって、例えばオウムとインコとかっていうのも大きさで分かれていたりもしますし、ワシとタカとかも大きさによって変わっていたりします。なのでシンプルに大きさみたいなところで分けられてるの。イルカってもう半分半分で体側の色が変わってるのってイメージあるかなと思います。体の半分よりこう上側っていうのがなんか青っぽいというか灰色っぽいこう濃い色をしていて、お腹側が薄めな白っぽい色をしていると。どういう意味かというと、イルカって海の上から見た時に色が濃くて青っぽいと海の色に同化して、まあ、天敵に見つかりづらくなるっていうところもあるし、で逆にお腹側が白いっていうのは下側からこうイルカを見上げた時に空のまあ明るい色とお腹の明るい色っていうのはこう一体化して見えづらくなるっていう意味ではあれって実は色が変わってたりします。まあ、ちょっと体の構造の話なんですけど、イルカってまあ背びれと胸びれとあと尾びれ3つのヒレがついてると思うんです。特に背びれと尾びれに関してはあれは皮膚が伸びたようなものになってるので、あそこ筋肉で生きてるわけじゃないんですよね。ドルフィンキックとかでイルカとかってあの尾びれをバーッと使って泳ぐのイメージあると思うんですけど、あれは実は尾びれ自体は皮膚なんですけど、付け根にある筋肉をこう動かすことによって、まあ、動いてると。なのでドルフィンキックをするため の, あのドルフィン型のあるじゃないですか、あれとイルカの尾びれってほぼ似たようなもんっていうような感じ。イルカっていろんな仲間がいて、特に今日紹介したいなと思っていたのが川イルカっていうイルカがいます。で、名前の通り川にいるイルカなんですよ。この川イルカぜひともこう動画とかで見てほしいんですけども、この世のものとは思えない独特なフォルムをしてるんですよ。で、海でのまあ生活から避けてまあ川に移動してきたっていうような背景もあって、川に特化したような体にイルカの特徴がどんどんこう変わってきてると。この特徴が実は背びれが退化して一応こう突起みたいなのあるんですけど、申し訳程度って感じなんですよ。で、川とかって障害物が海と違って多いんで、俊敏な動きをしなくちゃいけないっていう時に、まあ、背びれよりはどちらかというと胸びれのところで軌道修正をするっていうところで、逆に胸びれがかなりこう大きいんですよね。そういうところも場所ごとの特徴で変化をしてきていると、そういうところはすごく面白いなと。川イルカは目が小さくて、まあ、川とかって泥がバッと舞いやすかったりするので、どちらかというと目とかっていうよりは別のまあ器官とかを使ってまあ探していくと。なので目が退化していたりはすると。今日はイルカの簡単な生態をご紹介したんですけども、他にもイルカってものすごく面白い特徴があるので、またそういった部分の動画も紹介していこうと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。ではでは、人と動物を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。